皆さんこんにちは。それでは今からですね、えー、社会人の方が、えー、公認会計試験に合格するために、ね、まあどういった条件が必要であるだとかですね、えー、まあどういった勉強がですね、えー、必要なのかというですね簡単なコツをまあお時間ね十分少々でいただいて、えー、ガイダンス動画ね始めさせていただきます。はい、えー、担当しますのはレックスに講師影ゲと申します。よろしくお願いします。はい。今ねこの動画をご覧になられている方はですね、えー、まあ社会人の方で。 えーまあ、会計士試験ですねトライしたいんだけれども果たして会計試験、ねえー、目指して大丈夫かとかね、えーまあ、いろんなこう不安を、ねえー、抱えている方そしてまあどういった,どういった、ね、勉強をしていけば受かるのかとか、ねえー、思われている方がですねおそらくこの動画をご覧になられているかと思いますけれども、えーまあ、会計試験難関試験です。 仕事をしながら勉強するこれなかなかね難しいかもしれませんね。で、この動画をねご覧になられている方もですね、おそらくそう感じられている方がですね多いと思うんですよね。たま仕事しながらっていうのは会計試験って本当に難しいんだなとかね、難しそうだなとか、仕事しながら勉強して受かる人とかいるのかなとかね、まあそういった疑問をお持ちの方多いと思いますけれどもね。まあ結論から言うと、もう社会人でですね、お仕事をされながら勉強して合格される方もですねいますね。しかもですよ、そんなにこのレアなあのパターンではないんですね。 まあ普通にですね社会人合格者仕事と並行しながら、ね、勉強していって受かられる方はですねあのたくさんいらっしゃいます。ね、で、まあ、会計試験確かにね受験者の層は学生さんであったりだとか、ね、もう大学卒業してもう受験に専念されてる方の方が多いのは確かです多いのは確かです。 社会人の受験生の方の方が少ないのも確かなんですがただ、その中で、ね、効率的に学習を進めていって受かられている方もです、ね、たくさんいらっしゃいますのでまずです、ねえー、不可能ではない全然不可能ではないというところを、ねねはいまあ、その上で,です、ね、どう勉強していくのかどういう条件が必要なのかというところなんですけれども。やはりです、ね、最大の まあポイントっていうのはもう当たり前ですけれども勉強時間を確保するということにつきますはいちこちらですねもうね社会人の方が合格するためにということでもうとにかく学習時間の確保学習時間の確保が必要になってくるとで私はねいつも申し上げさせていただいているんですけれども社会人の方はですね平日4時間なんとか4時間の学習時間まあどんなに短くても3時間 これはコンンスタントに、まあ、基本的には確保できるっていう、えー、状況じゃなければ厳しいと。で、土日、まあ、お休みですね。仕事がお休みのときはもう終日、終日勉強していくと。まあ、終日っていうのは、まあ、10時間とか12時間とか、それぐらいの時間は勉強に費やす必要があると思ってください。やってる方は15時間やってる方もいます。で平日は3、4時間、まあ、できれば4時間、まあ、3時間っていうのは最低レベル。 土日、まあ、お休みの時は、まあ、基本10時間から12時間15時間、まあ、それぐらいのです、ね、学習時間を確保できるというのがまずねこの学習時間実践することができれば1週間でですね大体40時間ぐらいは勉強時間確保できます40時間。 なん,でなんとかね1週間40時間というところ、まあ、少なくても35時間っていうところを確保すると、まあ、当然ねその今週は無理だったとかね今週の土曜日は用が入っていて勉強できなかったとかあのそういうイレギュラーなことがあってもそれはもう構いませんもうそれはしょうがないわけですからねただベースとして平日4時間お休みの日は10時間終、まあ、日週1時間 アベレージとして35時間から40時間の学習時間を確保していくというのが会計試験の合格のために社会人の方が必要な時間だと思ってください。まずこれが最低条件。はい。ただ今お伝えしたのはこうですね。見てください。短期合格。短期合格するためにと。えー、長い期間かけてもいいのであれば、まあ別に今の学習時間よりも少なくても、まあどっかのタイミングで受かると思います。 ここ最近の会計試験というのはですね、まあ、ここ最近といっても,もうここ、ね、2006年から新試験というですね会計試験の制度になったんですけども、まあ、2006年からはね、ちゃんと勉強していれば、まあ、比較的受かりやすい試験にはなっています。ねまあ、難関試験ですから、あの難しいことは難しいんですけれども、努力と成果がね、えー、非常にもう結びつきやすいような試験にはなっております。なので、長いスパンということを考えるならば、別に今の学習時間を確保できなくても受かります。どっかのタイミングで。ねはい、ただ、短期合格。 短期合格というのはここではですね、まあ、レクのカリクラムに従っていけば担当まで約1年論文までプラス8ヶ月、まあ、1年半から2年近くの期間を費やして合格する、まあ、これを短期合格と考えてくださいでさらにねあのもう1年かかりましたよっていう場合も短期合格に入ると思ってください特に社会人の方であればもうそれも短期合格なので、まあ、あ最大、まあ、3年間以内に合格するということを短期合格というふうに考えてください。 まあ一発で受かればね1年とか1年半というところになりますが、えー、まあ合格のね、えー、大体平均というのは2回目3回目の受験というところが最も多いところになりますので社会人の方が2回目3回目で合格できればそれはもう短期合格っていうふうに考えてください、まあ、特に2回目なんかで受かればもう短期合格の部類になりますでそれをね実現させるためにはやはりですね今お伝えした通り平日4時間最低でも3時間 まあ土日休日は1日中10時間というところの時間の確保が必要になってくるとまずこれが一つ、えー、そしてですね可能であれば、まあ、これはね、えー、お仕事の状況にもよりますけれども可能であればです、ね、この下試験直前には2週間程度の長期休暇があ取れたらうれしいかなと。 まあ試験直前はですねある程度こう詰め込み作業というのが必要になってきますので担当式試験であれば12月と5月年に2回ですねえ実施されていますので,まあそのですね12月5月の試験直前期にまあ2週間とかねまあ長,い長ければ長い方がいいですけれどもまあそういった休みをえ取ることができるかどうか論文式試験であれば8月まあ論文式試験はね8月の20日前後に行われるんでえ意外とねこう夏休みと合わせて休み取っちゃってるっていう人が結構いたりもします。 ねまあ、この、ねえー、2週間程度の休みというものが、まあ、これれは可能であれば、まあ、必須ではないです、ね、可能であれば休みがあるとなお、ね、よしといったような状況ですでまず、ねえー、時間の確保とにかくです、ね、学生さんや専念されている方に比べて時間が学習時間が、まあ、どうしても、ね、少なくなりますので、えー、それを何とか、ね、今お伝えした時間を確保してもらいたいというのが一つですね、はい。そして社会人の方で 短期で受かられている方はとにかく隙間時間がですね。うまく活用できていると、隙間時間の活用。これは非常に上手なんですね。えー、まあ、通勤時間に勉強されています。よっていう方非常に多いです。 でまあ、会計試験のですね学習科目っていうのは計算科目と理論科目に分かれておりまして計算科目は電卓を叩きますので、まあ、朝ね通勤の時に電卓叩いて問題を解くっていうのはこれはなかなか難しいと思うんですよただもう一個理論科目っていうのがありまして要は本を見て覚えていきますよっていうようなですねあのそういう科目がある、えー、そういったね本やレジュメプリントを見て暗記していくっていう作業はこれは電車の中でもできますからそういう時間を最大限活用してください今まで電車の中で、まあ、スマホを見てですね、えー まあ勉強ではないようなね、まあ、それはねいろんなまあ趣味の、ねえー、範囲だと思いますけどもスマホ見てですね LINE 送っていた時間とかネットを見ていた時間とかですね、えー、まあ YouTube とかを見ていた時間を要はその勉強の時間に当てていくっていうだけですよね。はいあとはですね、まあ、比較的朝勉強をやられる方が多いですね社会人の方は会社に行く前の時間に勉強をすると朝少し早く起きてですね、えー、早めに会社に行って1時間ですね勉強してからまあ始業ですよとか。 あとは朝はですねちょっとカフェに行って1時間ぐらい勉強してとか、ねまあ、別にご自宅で朝5時に起きてそこから2時間勉強してから仕事に行きますよ、ねえー、受かられてる方は何らかの形で学習時間ですね確保できていますた、えー、早期合格の方はその中でもですね、まあ、夜勉強される方もいますよただから朝勉強される方も結構やっぱり社会人の方はいます学生さんなんかは結構夜遅くまでやって。 朝はちょっとです、ね、遅くという方多いんですが社会人の方はやはりです、ね、仕事の関係上朝勉強している方が多いですね。こう仕事終わって夜勉強するというのがです、ね、なかなかこう疲れて手につかないという方はやっぱ朝に、ね、勉強を持ってくるということも1つの手ですし、えー、まあ私の印象だと早期短期に受かられている方は比較的朝勉強をやられている方が多いかなという印象はあります。はい、あととはお昼休みでですすねね、えー、ちょっとです、ね 辛いかもしれませんけれども時ただお昼休みはですね本当に状況によってまちまちですから会社の、ね、グループでランチに行きますよっていうような会社であればなかなかそこで勉強するっていうのは難しいと思いますからただお昼休みに勉強を、ね、される方も結構多いです。 まあ、このように隙間時間をうまくつき、えー、使っていきましょうというところとあとはですね、まあ、今、この、ねえー、新型コロナウイルスというです、ねまあ、ウイルスが流行しておりましてその影響で家でで、ね、在宅で仕事をされる方も結構いいらっしゃいます、ね、ここ最近ですねあの在宅の時間が増えて学習時間が増えたからちょっと資格取りたいということで会計士どうかなというです、ね、相談とか結構受けるんですね。なので まあ今まではです、ね、こう移動時間で時間がです、ね、かなり一日のです、ね、24時間の中の時間がかなり削られてしまっていた方も移動時間なく家で,です、ねえー、お仕事をされるわけですから、えー、まあそういった移動時間を勉強に費やすことができるとさらに疲労感ですよね朝家出て、ね、満員電車に揉まれて帰りもですね満員電車に揉まれて帰ってくるともうそれだけで疲れますよね。ででも在宅で お仕事されている方はそういった疲労感もですね軽減されますので、えー、まもしね在宅でお仕事されている方ですね、これからそういった在宅が主流になりそうだという方はですね、えー、まあ一つ学習時間を確保しやすい状況にはなっていますので、えー、ま学習をね始めていくタイミングとしてはいいねタイミングではあるかとは思うんですよ。ねえー、ただまあね、えー、みんながみんなですねそういった在宅テレワークね、えー、そういったもので仕事できているというわけではないと思いますから。 まあここはね各自の状況によって違うと思いますけれどもやっぱり隙間時間を確保していきましょうというのは非常に早く受かっている方はですねうまいですあとはですねもう協力体制の構築ということで家族や職場に理解してもらうっていうのがすごく大事ですねあの合格者の中には家族にも職場にも言わずにこっそり勉強していて受かりましたっていう方もいますよこれいます実はね。 実はというかまあいるんですけどもやはりですねだからそこの部分の理解っていうものをこう求めていくっていうアプローチをした方が個人的にはいいと思いますただまあ個々のねあのご事情状況がありますからそれはなかなか厳しいっていう方もいると思いますけれどもそれができる可能だよという方はできるだけこう理解をねこう促していった方がまあ受かりやすくは絶対になりますし。 まあ、あとは、ね。やっぱりプレッシャーがね、かかると思うんです。で、プレッシャーがかかった方が、やっぱり勉強をやりますからね。こっそりやった場合って、まあ、ドロップアウトもできるわけですよ。ね、内緒で勉強やって、内緒でやめて、誰もそのこと知らなかった。ね、で、それだと、プレッシャーのかかり具合がですね、やはり、こう少ないので。 まあ皆さんにですね協力を求めた分ですねプレッシャーを浴びてプレッシャー浴びた方が勉強は絶対進みますからまあ試験当日ちょっとですねあのプレッシャーに弱い方はその部分は少しネックになる可能性はありますよ職場家族どうしようねえ今日試験で落ちたらどうしようっていうプレッシャーは多少あると思うんですけどもただまあ学習プロセスとしてやっぱりねみんなに言った分ねやめられないね頑張らなきゃいけないっていう思いはですねこれはあの増長すると思いますのでえぜひね協力体制まあ 周りの方にですね、こう理解をしてもらうっていうことが可能であれば、それはですね、あの理解してもらった方がいいのかなと思います。はい。まあ一も2人もとにかく時間を確保できるかどうかっていうのがで、ね、最大の合格のコツになりますので、まずね、その目指せるかどうかっていうことを一つね、学習時間の確保っていうところに照らし合わせて、えー、まあ、自分の状況でどうかっていうところを確認してみてください。はい。そしてレックはですね、社会人の受講生が非常に多いです。非常に多い。 それはです、ね、まあ理由として2つあると思うんですね。レックのカリキュラムは担当式本試験までは担当式本試験のみに特化していくというカリキュラムですから、まあ、社会人の方の方負担が少し軽減されます、ね、いきなり勉強を始めたところから担当論文を変更して並行してやっていくと、ね、やっぱり負担も大きいですし、ねまあ、受かるか分からない担当の後の勉強っていうものはモチベーション湧きませんからね。 だからまず担当までは担当に特化するというカリキュラムがそしてあとは、ね、エレックは通信環境が非常に充実していますので、まあ、例えばです、ね、通学クラスに申し込んでもですか、えー、次の日から同じ動画がもう、ね、タダで配信されるんですよ通学クラスに仮に申し込んだ方って、ね、他の予備校さんなんかだと休んだ時は受付に行って DVD 借りたと 借りたりだとか、別の手続きをして休んだ分の講義をですね、こう視聴できるんですが、レックの場合は休んでも次の日に講義は自動配信。なので通信の環境ってのは非常に整っているんですね。なので社会人の方は非常にこう目指しやすいというところもあって、まあレックは社会人の受験生が非常に多いです。はい。ですのでですね、まあなんとかねこの学習時間の確保というところは必要になりますけれども、それを確保できると。 そして、まあ、最終的には会計士になりたいという気持ちがあればね、えーまあ、受かる試験にはなっております。ね、なので何とかね時間を確保して目指せるかどうかというところを考えていただきたいなというところです。はい、まあ、あとはですねもう勉強を始めたら何が何でも講義についていくと。勉強を始めて諦めてしまう途中で離脱されてしまう方がいらっしゃるのもこれ事実です。ね、事実です。 でもその離脱されてしまう理由の一つとして講義を聞けなくなくってしまうとまあ仕事が忙しいからね本当だったら今日聞こうと思っていた講義をね明日にですねえ後ろ倒しにするまあこれはしょうがないと思うんですけどもただ1回とかね2回であればそれいいと思うんですがそれが積み重なっていくと講義の未消化部分が非常にたまっていくわけですね。それを見たときにそれに気づいたときに絶望するわけですよ。 講義の数は入門期だけで100コマあります。上級期に行くと80コマなので、まあ、担当まで180コマぐらい講義あるんですね。でその、ね、講義をちゃんと予定通りにまず受けていくと、まあ、復習するのも大事ですけれども講義が止まってしまうと、ね、もう無理だっていうことで諦めてしまうそういう気持ちが湧いてきてしまいますからなんとか講義についていくと、ね、これがやっぱり社会人の方ではすごい大事です。 まあとにかく辛いけれども、決めた日に基本講義を受けると。ね、まあ、これは通学の方は通学に通う、通信の方は、ね。通学の方に話されないように、自分でスケジュールを組んで。決められた日には絶対受けると。ね、まあ、これをね、えー。積み重ねていくことによって、全体像が見えてきます。つまり、これぐらい勉強やれば、担当の合格っていうのが。 現実的なものになるんだなっていう実感がですね、講義を進めていくと分かりますから、先がね見えてくるんです。ゴールが見えないとやっぱ辛いわけですよね。暗闇の中にですね、えー、放り出されて、えー、何もですね見えないまま手探り状態で進んでいくっていうのは非常に辛い。でも講義を進めていくと出口ゴールが光が見えてきますから、そこを目指していけばいいんだなっていうのが分かってきます。なのでまずね講義をちゃんと聞くと。 でその中で社会人の方はやる部分とやらない部分を明確に分けて守備範囲を決めていくと要はまあやたら守備範囲だけ広くてもですねエラーしまくっていたらしょうがないわけですよでやっぱり試験には出やすいものと出にくいものがありますでそれはもう講義で言いますレジュメで配ってます優先順位をですねつけたレジュメを配っていますので社会人の方なんかは優先順位が低いものはもうやらない思い切ってやらないで絞っていくと。 守備範囲は狭いんだけれども決められた部分は確実に守りきっていくっていう戦略で絶対に受かりますから絶対に受かりますからねなので講義に出て復習が大変になりますなった分は絞る固めていくとこの問題が出たら解くこの問題は出題可能性が低いからとりあえず切るもし出てもねもう気にしない問題の取捨選択をすることによって学習量を 減らすことができますただその減らすって言ってもですよこれは出ない可能性の方が高いもの、まあ、出る可能性が低いものを削るわけですから合格可能性が減る低くなるわけじゃないんですね。学習量を減らして合格可能性をなんとかですね、えー、減らさないようなスタンスを取ることはできます。これはもう講義の中でねレジュメに配って優先順位なんかを全部つけていますからだからそれに従ってもらえればある程度ね絞って勉強できます。ただ講義をを聞いてゴールを ね、ちゃんと見える状況にしていくっていうのが大事ですからでそこのところはね、えー、強く意識をしてそのためにねこういった時間の確保が必要だと思ってください。ねまあ、よくね、えー、途中で諦めちゃう人もいますけれどもなんとか講義についていって、ね、担当式試験までね勉強を続けていけば必ず光は見えますから、ねまあ、その部分が大変ではありますのでなんとかね今一度こう、ね、学習を始める前にですね えー、本当にこう学習スケジュールが遂行できるのかっていうことはね、えー、ご自身の中で、えー、考えて、ね、で始めようと思ったらねもう後ろ振り返らずがむしゃらに始めていくというね、えー、スタンスを持っていただければ、ね、いいかなと思います。ね、はい えーまあ、とにかくね最近の担当式試験っていうのは担当受かれば論文も絶対に受かるっていう試験になっていますから、ねまあ、こういったね、えー、カリキュラムであったりとか試験制度についてはまた別の動画があると思いますからその動画でねあの確認をしてもらえればと思いますが、ねえーまあ、論文の合格率はねもう35%とかですからね、えー、そして1回担当受かれば論文は3回受けられますから、えーまあ、その中でほとんどの受験生を受かってますっていうことはね勝負は担当なんです。 ね、とにかく担当まで,です、ね、頑張ってそして担当クリアできれば本当に会計士というです、ねえー、資格が現実的にね現実味を帯びてきますから、ね、なのでね担当をしっかりと、ね、勉強するためにねまず講義を受けていって光をね見出していくっていうことをですね、えー、皆さんですねなんとか実践していただきたいなと思います、ねまあ、学習を始められたね暁、えー、にはですねなんとかね私がこう最大限サポートさせていただきますので、えー、ぜひねちょっとね検討をしていただければと思いますはい えー、それではですね、えー、ちょっとお時間はだいぶ過ぎてしまいましたけれども、まあ、社会人の方がですね、えー、会計試験を目指すにあたっての、まあ、心構え的なね、えー、ところをお話しさせていただきましたなん、ね、とかね、えー、皆さんのですね、えー、合格っていうものをですね、えー、応援させていただきますので、えー、頑張っていきたいなと思います。ははい、えー、それれででですすね動画の方は以上となりますお疲れ様でした